エステル・エステルは旧約聖書にある歴史物語、エステル記の主人公であるユダヤ人女性。ユダヤ人、モルデカイの幼女エステルはペルシア王、アハシュエロスの日となる。ペルシア王クセルクセス一世の治世の時、王妃であるワシティが王の命令に従わなかったということで、王は新たな王妃の候補者を探していた。その頃、首都スサにエルサレムから連れて来られた。 保守民モルデカイというユダヤ人がいた。モルデカイは両親を亡くした若い十枚の肌さを娘として引き取っていた。娘は姿も顔立ちも美しかったによってユダヤ歴のアダル月十三日と決められた。モルデカイに助けを求められたエステルはすべてのユダヤ人のため決死の覚悟をし、王に自分がユダヤ人であることを明かし、ハマンの関係を知らせた。王はこれを受けて、 ハマンを処刑、モルデカイは交換に引き上げられた。ハマンは自分で用意した処刑具で自分が処刑されることになった。これを記念して、ユダヤ暦アダル月14日と15日は、プリム祭という祭日になっている。旧約聖書人名事典、ジョアンコメイチョ、東洋書林、1996年、90から93項より引用エステル記、7、9、ありがとうございます。